とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの攻略、やっていきたいと思います。今回のタワーは、30階まであって、さらに、難しくて、めんどくさいところが、いっぱいあります。では、1階から30階まで、投資でやっていきますね。では、まず1階からです。1階から結構難しいですね。戦う場所は、俺ここで戦った方がいいかなと思います。上で戦うと、やっぱどうしてもね、火ダメが多くなるのよ。なので、俺はここでまず、近接を、減らしてから、上を一気にね、叩くような感じで戦っていってます。それが無難かな。さすがにね、この数の中突っ込んでいくのは、結構ね、危ないのよ。なので、突っ込んでいかない方が、ちょっと待って、今回、あの一番強いやつが、いなかったんだけど、なんでだ？落ちた？あのね、一体だけね、強いやつがいるのよ。お前、そこにいたのか。こいつだけは強いからね。こいつは、ポーション使ったりして戦ってください。あいつひるまないから嫌なんだよね。で、1回の報酬何もいりません。そのまんま進んでいきます。んで、2階ですね。2階は特に難しくありません。ここを先に開けちゃうと敵が結構多いので、よろしくないです。なので、まずは、こっち側を、片付けてから開けるようにした方がいいですね。まあまあ、片付けて、で、こっちも扉があるうちに、ある程度片付けていくっていうのがいいのではないでしょうか。まあ、2、3体ぐらいは大丈夫でしょう。はい。これで、2階はおしまいです。楽勝だね、2階は。でもね、結構難しいところは今回多いので注意が必要です。2階の報酬何もいりません。で、ここですね、ここはですね、雲が多い。で、雲の巣に引っかかってしまうと結構ね、遠距離ダメージをボコボコ食らっちゃうんだよね。なので、まあ、蜘蛛の巣には、引っかからないように、もしくは、引っかかってもいいような場所に、位置取りをしとくといいですね。この辺とか。この辺とかだったら、柱が壁になりますので、もしも、蜘蛛の巣を食らったとしても、そこそこ安全です。矢をね、柱が、よし、覆ってくれるので、やりやすいですね。で、ここも相変わらず、敵が多い。もう、とにかく今回はね、敵が多い場所が、かなりあります。なので、結構めんどくさいですね。よし、あと1体。これでおしまいです。はい、3体クリアでーす。ここの報酬、これ重要です。メイス、取っていってください。メイスですね。で、エンチャントで、追い打ち3、入れてください。このメイスが、10階のボスを倒すのに、かなり役に立ちます。なので、メイスを取っていってください。やっぱね、破壊力がね、全然違うのよ。今のはちょっとミスったけども、この3発目、振り下ろしのこの3発目が、とにかく高ダメージ。この3発目をうまく当てるような戦い方をしていくと、かなりいいですね。雑魚も大体一撃。クリーパーとかの処理にも、役に立ちますので、3発目をしっかり当てるっていうのを心がけてみてください。で、ここ、プレートアーマーですね。持っていきましょう。いいエンチャはついてないんですけども、耐久力が高いので、あれがおすすめです。
で、ここまずシュルカーを、2体いますので、倒しときましょう。こいつがいるとどうしてもね、動きが悪くなりますので、まずシュルカーを倒す。で、いきなり、真ん中に突っ込まないように、しましょう。最初はね、敵がどんどん湧くので、まずその敵をある程度処理してから、真ん中に行った方がいいかな。いきなり行っちゃうとね、敵が多くなりすぎるのであんまり良くないです。よっしゃ、行け。で、極力虚無にはなっちゃった、ならないようにした方がいいですね。虚無になるとダメージかなりもらっちゃいますので、トムには、気をつけてください。まあ、HP がまだまだいっぱいあるよって時には、まあ、虚無にかかっても大丈夫な時はありますけどね。まあ、基本的に虚無は、危ないので、食らわないようにしましょう。OK。で、あとは上の2、3体を倒したら終わりでしょう。はい。5回クリアです。で、ここ報酬何もいりません。いきましょう。ここは落ちないようにね、注意してください。3箇所いっぺんに行ったりすると落ちたりもするので、まあまあ注意してください。で、ここ、下で戦って OK です。上だったらば、クリーパーが出てきた時にちょっと安全にはなるんだけども、ここでキーパーにね、攻撃の3発目を当てるように戦ってみてください。出た瞬間にクリーパーを倒せることができるので、倒すことができるんでお得ですよね。しゃ、3発目をしっかりと当てていく、そういう感じです。はい、慣れればね、全然余裕だと思いますのでやってみてください。メイスの3発目当てですね。で、6回クリア、報酬いりません。そのまんま行きましょう。あ、で、忘れてた。凍結1をつけといてください。で、ここ敵がとにかく鬱陶しい。まずは、ここのね、罠を発動させて、まずは、ここのね、一番奥にいたクリーパー、そして、エンチャンター、あいつを、倒すようにするといいと思います。あそこがね、本当にね、めんどくさいので、まずは下にわーっと降りていって、速攻で、罠を2つ3つ発動させて、エンチャンターと、クリーパーを処理をするとうまいこといくと思います。エンチャンター生きてると、クリーパーがエンチャかけられてめんどくさいことになるんだよね。で、ここもね、この辺の罠を使ってやれば、エンチャンター、勝手にやられてくれるので、おお、ちょっと残りやがった。まあ、とにかく、エンチャンターが先ですね。あいつをまず倒しましょう。終わりか。7回クリアです。次に行きましょう。この罠ね、自分に食らわないようにしましょう。たまに食らっちゃうんだけどね。食らわないようにしましょう。愛のメダルです。取ってきてください。今回のタワーは、愛のメダルがものすごく役に立ちます。なので、愛のメダルは絶対です。間違いなく取っていってください。じゃあ、これがあるとないと、じゃあ、難易度がね、全然違う。難易度がもう本当にね、ガラッと変わるので、絶対取ってください。で、ここは、愛のメダルもね、2回使うぐらいで、ちょうど全部倒してしまうと思うので。はい。あと、ここで終わりだな。倒した ?OK。8回クリアでーす。で、ここ、スピンブレード、取っていってください。スピンブレードが、ボスで意外と使えます。ボスはスピンブレードとね、このメイスを使って、攻め立てて戦っていきます。
で、メイスをパワーアップさせてください。89ですね。金細工なので前に、エンチャントは入れておいた方がいいので、必ず追い打ちさんの凍結1、これにしてください。凍結はね、別に3じゃなくて1で十分です。入れておきましょう。で、ボスが出てきたら、まずスピンブレードを当てながらどんどん近接で戦っていってください。で、ザコがね、出だしたら、まあ、愛のメダルを使って、うまいこと立ち回っていきましょう。よし、 OK。 そことこのメイスのね、火力でもう一気に倒すことができるのでいいです。でも、その火力をね、出すためにはスピンブレードで、あれ結構ね、ダメージあって、ガードシールドをね、削れるのよ。なので、この2つのコンボが俺は一番最適かなと思います。はい。で、ここ、地雷ですね。うん、持っていってください。エレメントのカバンでもいいんだけども、あれ外れが出ることがあるので、まあ、確実性で言うと、こっちの方がいいかな。で、ここは特に、別に言うことはありません。楽勝だと思います。愛のメダルを使いながら進んでいってください。で、エンチャンターが上のところにいるので、こいつはまあ先にね、まあ、いつものごとくだけどね、倒すようにしてください。じゃないと、いろいろと面倒くさくなっちゃいます。はいはいはい、終わり。あ、まだいたか。回復もったいない。11回クリアです。で、ここブラストだけ取っていきましょう。スピンブレードと交代ですね。まあ、スピンブレードが好きな人は、まあ、そのまま持っててもいいかもしれません。で、ここはアーティファクトをしっかりと使って戦っていけば、問題なく勝てると思います。いけ。愛のメダルが本当にね、役に立つので、愛のメダルを確実に当てていくようにしましょうね。 OK。 で、ここを開ける前にある程度倒してれば、あとあと若干楽になります。うん、 OK。 んで、鍵を取りに行って、で、戻っていってたら、愛のメダルを使ってあそこで暴れさせれば多分すぐ倒せるんじゃないかな、あれぐらいだったら。で、ここは急がずに、ゆっくり行きましょう。落ちちゃったらさらに時間がかかってしまいますので、落ち着いて安全に行きましょう。行け。終わり。12回クリアです。で、ここ防具取っていきます。傭兵のアーマーですね。エンチャントをつけます。クールダウン3ですね。で、ここなんだけども難しいです。13回が結構難しい。で、注意点がまずエンチャンターで、エンチャンターとジオマンサー、そこはね、しっかりと処理しましょう。で、それで出てくる、クリーパーもいるのよ。クリーパーは、まあ、うまいこと自分で処理するか、もしくは愛のメダルをクリーパー以外に当てて、起爆するっていう感じですね。で、時間が経つと、あいつが出てくるのよ、シュルカーが。なので、シュルカー注意です。しゃっ、 OK。まずはね、ほんとエンチャンターが鬱陶しくなるので倒すようにしてください。あー、来た。シュルカー出やがった。シュルカーマジ注意です。あー、こうなるとなかなかめんどくさいよ。やば、あぶね。いけ。でも俺はやられるわけにはいかない。まあ、とにかく、エンチャンターとね、
ジオマンサ、うん、こいつをまずは処理しちゃいましょう。うん、そうすればまあなんとかなります。終わり。よし、あ落ちちゃった。はい、まあ最初ここにエンチャンターが出て、で次こっちに出ますので、まずその2体さえ潰せれば結構楽になります。やってみてください。はい、13回クリアです。ここ報酬で乱射のクロスボウ取っていきます。でエンチャント入れていきましょう。ボーナスショット1と加速1ですね。エンチャントポイント余ってるんだけども、まあ余らせたまんまで大丈夫です。でここ敵多いです。矢はね、後で、箱がここ結構あるのでどんどん使っていって大丈夫です。まあ、矢と地雷と、あとあれだね、愛のメダルをうまいこと使って完璧に処理してみてください。 OK、 まだ出るよね、まだまだ出るよね。うまいことあいつを倒せなかった。まあまあ倒せやしないや、結構 HP 高いからね。である程度倒したら先に進んでいきましょう。愛のメダルがありますので使ってからね、突っ込ませるといい感じに処理してくれます。 OK、 よし終わり。14回クリアです。ここの報酬は何もいりません。先に進みましょう。ここも敵がね、ワンサが出てきます。まあ、地雷と愛のメダル、そして弓をうまいこと使って、処理していってください。とにかく多いですからね。よっしゃ、いけ。意外と早めに、愛のメダル使ってるとクールダウンして、また使えるようになりますので、 OK、もうほんと気をつけてね、遠距離で戦っていくといいです。矢は全然ね、箱があるので大丈夫です。どんどん使っていってください。終わりか。はい、で15回ここ箱があります。忘れずに取ってくださいね。で15回のクリアで、ここで武器が変わります。刀ですね。はい、で刀で、エンチャントがおすすめはね、アイテムボーナスと弱体化3ですね。火力よりも、ちょっと耐久力の方に振っていったらいいんじゃないでしょうか。ここクリーパー多いです。なので、弓を使って戦っていきましょう。愛のメダルもね、使うのを忘れずにいってください。 OK、 結構ね、愛のメダルじゃない、アイテムボーナスで TNT がガシガシ出るので、うまいこと手前の方に出てきてくれれば使っていけるんだけどね。でも今回は後ろの方ばっかりに出る。 OK、 あんまり前には出ずにこの辺からね、チクチクやっておくといいですね。 OK、 で16回、ここにも箱があります。忘れずに取ってください。ここだね。 OK、 結構矢を使っていったけども、まだまだほら234本、こんなにも残ってます。はい、ここ報酬何もいりません。次に行きましょう。でこの狭い中で結構な敵が出てきます。そこそこ注意して戦うようにしてください。まあ基本的には弓で戦った方が間違いはないです。うん、結構弓で行った方がいいですね。でアーティファクトはしっかりと全部ね、使っていった方がいいので、はい、もうしっかり戦ってください。なかなかね、難しいけどね。
敵がこんな狭い中にワンサが出てきて OK。 ではパズルを解いていきましょう。これが結構時間かかるんだよね。おし、おし、はい。で上に、5体ぐらいいますね。 TNT と、愛のメダルを使って倒していきましょう。まだ、はい、終わり。17体クリアです。はい、ここ何もいりません。18回いきましょう。ここはねシュルカーが下にいるのであんまり、下に下らずにこの辺で戦った方がいいですかね。うん、注意していてください。でマグマキューブが、攻撃力かなり高いです。なので愛のメダルで倒すのが、最適でしょう。うん、近接で戦おうとすると結構ね火力が高いのでもらっちゃうのよね、ダメージを。なので、注意してください。あっぶね。でこっちもマグマキューブいます。注意して戦ってください。危ない。 OK、 もういいかな。あ、でもまだいるな。意外とね敵多いな。ここも危ない。これ、あぶね。シュルカーがむちゃくちゃ来てたね。よし、18回クリアでーす。んーで、ここ、ね、連射器を持ってる人は、釣り竿を取っていって、途中で出る、サイスを取っていくといいです。でも、今回は、連射器持ってない人もやっぱりいると思うので、釣り竿は使わずに、両刃の、これを取ってやっていきます。斧にエンチャントを入れていきましょう。クリティカル3、そしてガードストライク3で虚無1ですね。このセットがまあ最適かなと思います。んでここ、ユニークですのでこれで傭兵のアーマーを反逆者に変えていってください。攻撃速度が上がります。んで、ボスですね。で、ボスは、弓で戦っていった方がいいです。加速がついてるので、ボスが出るまでに、ちょうど 100% ぐらいになるように、調整してやってみてください。まずは、こういう感じでね、ガシガシと打ち込んでください。矢はね、今回たくさんあるので、どんどん行っておきます。で、ザコが出てきたら愛のメダルとかを使っていくといいですね。じゃあ、あー加速、おお、まだいけてるいけてる、いけい、加速がつくとね、かなりいい感じです。で、あと1体になるともう近接でいってもいいんじゃないですか。そう、終わり。結構矢使いましたけども、まだ残りはあります。やっぱりね、箱が今回、2つ、3つぐらいあるのかな。うん、なので、どんどん使って OK です。で、報酬ですけども、何もなしです。いきましょう。で、ここは特に問題ないと思います。うん、普通にやれば、勝てると思うので、大丈夫でしょう。来た。ね、今回も釣り竿を使っていくと、終盤結構楽になります。連射器がある人は、使っていってもいいのではないでしょうか。 OK、 いいね、終わり。はい、21回、ここ特に問題ないですね。次に行きましょう。ここ武器呪いの斧ですね。まあ若干攻撃力が上がる感じです。で、エンチャントは、
クリティカルで、ここをまあリフレッシュでも凶暴化どっちでもいいと思います。リフレッシュだったら耐久力が上がりまして、凶暴化だと、まあ攻撃力が若干なりとも上がると思います。まあ運次第なんだけどね。うん、このセットでいいかなと思いますよ。で、ここのステージも特に問題はないと思います。もう非常に足の速いやつも出てこないし、まあ敵は多いよ、多いけども、愛のメダルとかをしっかり使っていけばまあ問題ないもんね。ここは大丈夫だと思います。じゃあ OK、いいね。まあ、こういうねちょっとね気休め的なステージもちょこちょこありますので、うん、まあまあそんな飽きずに周回できるんじゃないかな。22回クリアでーす。んで報酬変えていきましょう。これパワーシェイカーですね。パワーシェイカーを、ブラストだけと変えていきます。うん、地雷でもいいんですけども、まあ、そこは好みです。地雷だったらば結構まだねダメージ、出せますので、今みたいなのが注意ですね。愛のメダルを使って、このクリーパーを仲間にしたら、こっちに走ってきて、なぜかね爆発するんですよね。あれはね要注意です。よっしゃ、させないぜ。よし、ここも、ま、クリーパーがちょっと多いぐらいで、あとは問題ないと思います。パワーシェイカーとか使ってね、行ってみてください。で、報酬ここは何もいりません。そのまんま行きます。はい。で、ここ。とにかく敵多い。ここも多い。うん。なので、まあ最初はね、この出発地点、この辺りで戦うといいです。うん、アーティファクトをしっかり使って。あー、で、凶暴が入ったね。凶暴が入ると、意外と前に出ていって大丈夫。うん、凶暴化はね、本当に強いので、いいですね。でもまあ、発動率はね、ちょっと微妙なところだとは思うけどね。うん、でも、入った時がものすごい強いので、入ったらば、まあ、ちょっとは前に出ていってもいいんじゃないでしょうか。あそこエンチャンター嫌だな。オッケー、行くぞ。パワーチェーンカー使って、前に出ていく。オッケー。もうとにかくここね多いのよ。むちゃくちゃ多い、敵が嫌になるぐらい多いからね。で、ここ倒し終わったらばこっち側から行きましょう。まだまだ敵います。ここすごいよ。はい、行け。まあいつものごとくアーティファクトをねうまいこと使っていけばまあ問題ないでしょう。はいはいはい、まだまだあっちエンチャンターいるね。あー、ちょっとアーティファクトを回復しやすいね。するする、こんだけ回復してれば OK です。はい、あとお前で終わりか。クリアでーす。で、ここ報酬何もいりません。そのまんま行きます。で、ここ嫌いな場所ですね。めんどくさい。でもめんどくさいけども、なんか長い感じだけでそんなに難しいところではないですね。登って、敵がね絶対ここら辺にめちゃくちゃ集まってるから、そこに向かって、まず愛のメダルを使えばまあ、いい感じにね、ここら辺の敵一気に倒してくれるので。ああ、バカ野郎。いや、そうでもないな。最初のね、愛のメダルで、大概倒してるんで。
倒した倒したね。よいしょ。まあ間違えてねしないようにしましょうね。で上も同じくです。今回ちょっと愛のメダル先に使っちゃったんだけども、うん、まあまあうまく回復しましたね。終わり。まだいたか。25回クリアでーす。弓のパワーが落ちてきましたので魂のハンタークロス棒変えてください。でエンチャント、入れていきましょう。連鎖反応が2で虚無、そしてクリティカルですね。これがベストかなと思います。でここね下のこっちから戦った方がいいです。ここもとにかく敵が多い、特にクリーパーが、うん、なので上からね行って、うん、やたらいっぱい出るところに、行っちゃうとね死んじゃうんだよね。なのでまずここで、うん、倒しつつ数を減らしていった方がいいです。ちょっと上よりも下から行った方が、難易度がね全然違います。必ず下から行くように、してみてください。あ、やば、あぶねあぶねあぶね。よし、オッケー。ここほんと多い。あ、やば、あぶね危ない危ない。行け。よし、弓のねクリティカルが結構出ればうまいこと倒していけるんだけどね。まあまあ今回も特に問題なくはいけましたね。はい、必ず下から行くようにしてください。ここだね。釣り竿を持ってる人は、魂のサイズだね。これを取って、衝撃波と旋風入れていけばボスめちゃくちゃ楽に倒せます。でも連射器がない人はボーンクラブ、これが最適だと思います。はい、でボーンクラブにエンチャント入れていきましょう。火属性とクリティカルですね。これでいいと思います。あとこれだ、凍結1でいいです。うん、凍結を入れましょう。でこれにクリティカルだねがいいです。でまずここで出てくるやつを、まずは処理した方が俺は早いかなと思います。まずはここでね出てくるやつを倒しましょう。そうすると、まあ、ここ出たやつは全部倒せますし、先に行ったところに敵がもうすでに、いっぱい湧いてる状態になります。そこに愛のメダルを投入すると、いい感じにね敵同士戦って減らし合ってくれるのでちょうどいいですね。 OK、 そろそろいいかな。あ、まだか、もうちょいだ。 OK、 よし、では行きましょう。愛のメダルタレじゃあ愛のメダルはね今回本当に使える。愛のメダルなしだったら結構難易度高いと思う。はい、いけ。あー、ちょっと今のは使い方が下手くそだったな。よし、はい、27回クリアです。報酬何もいりません。次行きましょう。あ、でエンチャントね忘れないように入れてください。クリティカルは3です。でここはね、まあいろんな倒し方あると思うんですけども、俺は最初から速攻で突っ込んでいかずにここで全部出るのを待ちます。下に、この目の前のところ、ここに2体湧いたら上は全部湧いたっていうサインなので、そしたらば、上に行って愛のメダルを投入してから、一気に殲滅するようにしてますね。
上から倒してもいいんだけども、下から倒すと、まあ、戻ってくる、手間がなくなりますし、まあ、周回的には早いかなと思います。いこう。じゃあ、いいね。はい。あ、まだか。金属性入ってるんでね、徐々にダメージで倒せると思いますけどね。28回クリアです。報酬で強化メイル取っていってください。クールダウンはついてないんだけども、ポーションバリアがついてるのでお得です。で、ここ武器を上げていきます。はい。で、エンチャントですね。ポーションバリア入れてください。で、上に上がってから弓のエンチャントをもう少し入れていきます。虚無です。はい。これでボスと戦いましょう。釣り竿があれば本当に速攻で倒せる。でもないならばちょっと時間がかかってしまいますので、まあそこそこ安全に行きましょう。まずは雑魚処理からだよ。まずは雑魚処理をしてから倒していきます。はい、オッケー。危ねえ。交渉バリアがあったね。オッケー。いいね。で、これ虚無がついてるんでいいダメージ出ますもんね。よし。うまいこと減らしきれなかった。減らしきれた時はね、もう倒してるとは思うんですけどね。はい、オッケー。はい、ということで、タワーの攻略でした。今回結構難しい場所多いので、まあ注意してやってみてください。まあ今日やった感じで行くと、いけると思いますので挑戦してみてください。では最後、報酬を見て終わります。頼むよ。しょぼいしょぼすぎる。今回もいいの出ないか。あー、輝きさんか。まあ月のダガーでいいかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。